左ひでチャンネルどうもこんにちは高島でございますえ今日もご覧いただいてありがとうございますもう一年とちょっと経ちましてねえ去年の8月からですからやってるのは、うん、でもまあね、えー、つまんないとかえいろいろご批判もあるでしょうけどもあ私これでいいんですよ変な言い方ですけどあの2千数百人のえ仲間がいてですね でその方たちからいろいろね川柳の投稿とか、うん、ご意見とかいろいろ頂いてそれを読んでまあ自分勝手なことをね喋ってるこれ結構ね楽しいもんですね楽しいもんですええ「沈鳴やってませんでしたけどあの最近の沈名はですねちょっとね本来のやつとは形が変わっちゃったんですけどこれはこれで面白いんでね公園で遊具をなかなか譲らないために 子供を怒らせた歌手。ああ、る歌手が公園で遊んでいる遊具。ね。なかなか譲らないんで。え、え子供がですね、え、怒っちゃった。ブランコ長い。ブランコ長い。あんまり面白くないですかあ,あ、失礼して。そう言っちゃ失礼ですよね。え、神奈川県の狸本蟹さんが作ってくれた。ラーメン屋で味を濃くしてほしいと頼んだ大物歌手。 味噌は2倍味噌がひばり味噌は2倍面白いあんまり <laughs> あのカメラ撮ってるお兄さんが首かしげてますこんなこと言って <laughs> みそは2倍面白くないのあそうこれ面白かったよマージャンをやるたびにイカサマをするプロレスラーマージャンやるたびにイカサマをするプロレスラーチョンボズルだこれ分かりますよね ジャンボツルタ。古いだチョンボツルタ。<laughs> え、いいことにしましょう。それからこれはどうですか映画や芝居にうるさい元フランス大統領。ミッテランね。<laughs> ミッテラン元大統領。ちょっと苦しいけども。え、ありがとうございます。賃名たくさんいただきました。フランスのミッテラン大統領といえば、ね愛人がこのくらいいたんでしたっけねえ、忘れちゃいましたですけども。うん そしたら、ね、フランスで、えー、愛人が4人いるとか、なんか言われたら、4人じゃない5人だとか言ったとかっていうね、えー、ああいう話面白いですね。<laughs> それからね、日本の俳優さんで、霊界から来ている、丹波哲郎さんって人がいたでしょう。ねあの人も同じですね。愛人がいるんですってね、つっ,ったら、そんなことは、タクシーのドライバーでも知っている。 あんくらい言っちゃってね。あんくらいなんかこう開き直りたいですよ世の中でで、皆さん扱い兼ねている川柳にね、まあこれだけご紹介しましょう。えー、埼玉県の50歳のウィリアムさん。流行ってるちょんまげスタイル、ケンシロウ流行ってるちょんまげスタイル、ケンシロウ。これは、誰のことでもない。えー 小室圭さんのことですね。あ、ちょっと驚きましたですね。ええー。後ろこう、髪ね、伸ばして、そして祝いたりなんかして。うん。折に触れて、お辞儀する人ですね。<laughs> おかしいですね。ええー。ええ、さまと、いいんじゃないですか。だけど私ね、あの、これは本当真面目な話なんですけど、ま子さまがね、いわゆる皇室としてのね、ええー、まあ、対面というか、うん。保つために、 一億五千万円それをこう、いただかないというふうに言ってるそうですけど、そんなこと言わないでね。いただいておいた方がいいです。もう誰も何にも言いません。私は何にも言いませんよ。いいじゃないですか。え小室圭さんのお母さんに使われるいやいや、そんなことはないですよ、もう。それは絶対ないと思います。 えそんなことがあったら小室圭さんはですね、え国民の支持を得られませんね。え皇室を離れても、ま子さまはま子さまですから。と思いますね。えー、ちょんまげ帰国。ね。えー、小室さん。ま子さま待つ日本。3年2ヶ月ぶり。今、えー、手元にあるスポーツ新聞のですね、見出しです。ニューヨークでは、ポニーテールちょんまげえそのスタイルが流行っているそうです。 そして、一年ぶりに大きな宿題を持ち帰った小室さんも、ポニーテールですね。え、ちょんまげスタイルというと、ね、この間、高島さんの月市に出た、衆議院議員の、元衆議院議員の松並健史郎、現、日本体育大学理事長を思い出すというのは、歳のせいでしょうか。いや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 、そんなことありませんよ。え、ちょんまげと言ったら、松並健史郎さんです。 松並さんにも久しぶりに会いましたけど楽しかったですねまた呼んじゃおう <laughs> というふうに思っておりますが呼ぶ番組があるかどうかねその辺は分かりませんがここでもいいですよねこの YouTube でも来てくれると思いますよきっとそれからもう一つねこれはね千葉の83歳野木さんじさん「ショータイム9月興行いまいちで」そうですね大谷翔平選手今これ ご覧いただいている画像というか、ものはですね、先週の木曜日に撮ったものなんですね。で、先週の木曜日、今、ちょうどね、昼間なんですけども、午前中ずっと、えー、大谷翔平さんやってまして、残念ながらね、私が見ている限りではホームランは出ませんでしたね。えー、それであの、オールスターで一緒にバッテリー組んだあのキャッチャーがね、えー、2本打ったのかな。うん。 だけど、その後、ベンチに退いたっていうんで、怪我したんじゃないかとかね、いろいろ言われて,て、これはもう全く、確かな話ではないんですけども、ホームランも45本今。前半が33本だったんですよ。前半が33。だから、後半45ということは、ね、12本しか打ってない。後半は。ちょっと寂しいですね。で、 やっぱりこう引っ張りにかかってますよね。素人が見ても、こっちへ、ライトの方へ、ライトの方へ。で、11号だったかなちょっと耳がかゆくてすいません。ごめんなさい。45本のホームランの中で、あの、プロの専門の人もね、このホームランはすごかったってあげてるのがありますけども、私もたまたまテレビを見てて、ええー、片手でってね、思いました。11号ホームラン。ね。 レッドソックスのですね、あの本拠地の、レフト側にこう、パッと、ついたてのようにパーッとあるね。グリーンモンスター。ね。あれ、確か11メーターちょっとあるのよ、高さが。で、なかなかその上は超えないんですよね。それを体勢崩して、腕一本で打った球がわーたと上がってえ、グリーンモンスター超えたん。これはね、素人ながらすごいなと思いました。うん。だからそういうレフトへのホームランとか、 ね左中間の方の当たりとかね、結構あったんですけど、後半はなんかね、よく言われる、ほら、ホームランダービー、オールスターゲームの、あれに出るとバッティング崩すって言ってましたけども、あれはもしかすると引っ張り専門になっちゃうみたいなね、そういうことを言っているのかもしれませんね。MVP 取れると思いますかどうですかあと数試合しか残ってませんけれども、現状の成績でも、ね、何しろ、 100何年のアメリカのですね、メジャーリーグの歴史の中で、大谷翔平みたいなことをやった選手はいないんですからね。ベーブ・ルースがどうなるんですかだってね、ね高々ホームランね、ねえ、十何本それから、ええ、勝ち投手が11回全然どうってことないじゃないですか。馬鹿言っちゃいけないって言うんですよね。MVP をもらって、日本に凱旋することを期待します。応援しましょう。 さあ今日もちょっと話長くなりましたけれども川柳浮かびましたらこちらへ人名もこちらへねご意見も全部こちらへそれではまた明日ぜひ見てやってくださいではでは今日はこの辺で。